どうも、プロタンです。今日1月、末なんですけど、今日サスケの第一次試験、書類審査が通って今日第一次試験、本試験行くまでの試験が今日あるんですけど、僕バカで昨日飲みすぎちゃってオール明けで挑んできてます。荷物も運動着必須ってあったんですけど、朝オールしてそのまま帰ったら時間ないんでそのまま来ました。でこれからどうなるか分かんないですけど、全力でやりたいと思います。吐きそうです。マジで吐きそう。気持ち悪いということで行ってきたいと思います。どうもプロさんです。今サスケの一次試験オーディション終わりまして、今この中にいるのはサスケのオーディション会場で仲良くならせていただいた方々で、いやでもすごかったですね。楽しかったですね。すごい清々しいですね。まだ結果はちょっと最後に言おうと思うんですけど、なんかめちゃめちゃ僕びっくりしました。なんか職業とか言うじゃないですか、なんか自己紹介で、はい、最初腕立て伏せを100回やるっていう、なんか太鼓でボンって言って腕立て伏せを50人ぐらいですかね、あれ、そうですね、50人ぐらい一斉でやるんですけど、それで一回一回最初に自己紹介していくんですよ、一人一人。なんか職業がなんかめちゃめちゃすごい人がいっぱいいて、そうですね、バラエティー飛んでましたね、バラエティー飛んでましたよね、なんかハーバード大学の女性がすごいモーラさん、モーラさんですか、モーラさんでした。もうなんか流暢な日本語で一人ツッコミなんかしてて、モーラじゃない、ローラじゃないよそうで、僕なぜか知らないですけど1番だったんですよ。もう神々の神々で何言ってんか分かんないみたいな、素晴らしいパフォーマンス。開幕早々もう出鼻をくじかれるみたいな感じで最悪でしたけど、でもなんか他にどんな人いましたっけ、なんかバスケットボールのプロのなんか外資系やりながらみたいな、外資系で応援してる方ですね、はい、あとすごかったのは柔道の方ですね、女性柔道選手、女性柔道選手の人がいて、なんかめちゃめちゃすごい選手で100回腕立てやるんですけど、みんな大体もう終わっちゃうんですけど、参加者で女性で1人だけ、しかもその柔道の女性で100回余裕でしたもんね。スタイルもすげえ良かった、スタイルもなんかボッキンボンでやばかったです。すごかったです。ちなみに何回でしたか。自分50回です。50回ですか。何回でした。60回です。60回ですか。何回でしたか。80回ぐらいです。80回ぐらいですか。僕も83回ぐらい行きました。ちょっとなんかいつもの腕立てよりちょっとはしょったというか、なんか胸をあまり引かせないような腕立てでやったんですけど、なんとかやったんですけどね、結果はうすうす気づいてると思うけど乗ってる人たち全員落ちてるっていう残念で、悲しい、はい、落ちました、落ちました。でもなんかこうやってなんか仲良くなれたのがすごい僕的には、大満足です。僕もなんか友達いなかったんで、筋肉みな兄弟、あ、そうですね、なんかもうやっぱ筋肉って素晴らしいですね。なんかサスケの魅力ってやっぱりなんか僕も前本戦指導したんですけど、なんかその会場でなんかみんないい人たちでなんか励まし合えるみたいな、そんな感じがあるんで、なんかやっぱいいっすよね。ということで今回落ちちゃいましたけど、残念ながら、なんか腕立て伏せの回数じゃなくて頑張りを見るみたいな、はい、なんか反り立つ壁で諦めちゃう人がいて呆然としちゃうとテレビ的になんか応援できないみたいな、なんかそういうなんかそんな事情聞かされてもみたいな、それでなんか腕立て伏せを何回できるとかじゃなくて、もうどれだけ頑張った表情を見せられるかみたいな、半分演技を見せろみたいな、そんなところがあったんで、ちょっと面白い、はい、感じでしたけど、いやでもすごいパンプして、心もパンプした感じで今帰りなんですけど、ということで残念ながら結果落ちました、すいませんでした。でまた次回も挑戦して、やっぱ筋肉鍛えてればこうやって繋がっていけるんで、ちょっとなんか明日からまた筋トレのモチベーションが僕上がりましたね。ということでまた頑張っていきますんで、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。